はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、こちらを紹介したいと思います。マジックフィットさんの通気性に着目した冷感式パッドを紹介したいと思います。はい、ここなんだね。もっちり新感覚クッション性のある立体構造編みということでね。いや、これね、通気性抜群だよ。こんな感じ、このメッシュタイプでね、気持ちよさそうでしょ。はい、じゃあね、紹介しましょう。この体の熱を素早く逃してひんやりのね、こちら、要はもうムン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 したね、この中も熱くなっちゃったやつね、それ全部ね、外にね、逃がしてくれる、カクサーンってことで、まあこれがね、クールパッドの一番の良さだよね。そしてこれです。熱を奪う接触冷感の仕組みということで、今回のここのね、プレスクール磁気パッドは 3D 立体構造が通気性を高めて熱や湿気をスムーズに放出する役割を果たしますということで、まあ、従来品に比べるとここのところがね、こうちょっとこう厚めになっていてね、もうとにかく空気の流れね、で熱いものをどんどん出す、そしてひんやり感をっていうね、ここのところが特に優れているそうです。これね、はい、ブレスクールです。とにかくね、これが素晴らしい。そしてこの寝心地もね、こうモコモコってした感じで、まあ、気持ちいい素材ですからね。はい、そして従来のひんやり感の敷きパッドに比べたら約2倍のひんやり感を実現しているそうです。はい、そして、ここだね。このね、もっちり新感覚は程よい硬さで快適な寝心地ね。そしてこのプレスクール敷きパッドのメッシュ生地は普通の約2倍の厚さがあり、敷くだけであなたの睡眠は変わります。そしてへたりにくいクッション性とソフトでしなやかな寝心地を実現しましたということですね。はい、まあ、この後ね、じっくりと紹介します。はい、こちらがね、従来より約2倍の厚さになったこの敷きパッド、メッシュタイプね、ここがね、もう全然違う。見た感じも違うし、触った感じもね、全然違うね、これね。はい、そしてね、この通気力だけでマイナス2度ね、そんな感じで、いや、これはね、嬉しいよね。エアコンが苦手な方でもブレスクール敷きパッドを敷いていただくことで湿度を高めに調整でき、寝苦しい真夏の夜でもエアコンに頼りすぎることもなく快適に眠れますね。そうなんだよね、まあ、ご高齢の方はしょうがないけどもね、若い方はエアコンに頼ってると体ね、崩したりとか、あと風邪ひいたりするよねかけすぎちゃってね。はい、なので、ね、これで自然な、とにかくこの通気性でひんやり感を味わって寝るのがね、健康にいいんだよ、これがね。はい、そして乾きが早いからお手入れが簡単。これね、洗ってもすぐ乾くよ。そして寝返りを打つために心地の良いひんやり感、ああ気持ちいい、ぐるぐる、ああ気持ちいいね、これが売りです。そしてセットで使うとひんやりということで、敷きと掛けね、両方使ったらもう鬼に金棒だよということみたいです。はい、それではね、レッツオープンボックス、こちらをご覧ください。はい、そんなわけでね、今回はもっちり新食感のブレスクールね。はい、じゃあ早速敷きパッド引きたいと思いまーす、ね。はい、こちらね、元気なおじいがね、よく愛用しているこちらのシングルのマットの方になります、ね。はい、じゃあね、こちらを、はい、ブレスクールね、開封いたしました、うんね。お、もっちりね、もっちりもちもち、あ、本当だね、もっちもちもちもちって感じだね、うん、もっちりしてる、なんかね、気持ちがいいね。で、さらっとしてスルスルしてるね、うん、やっぱりね、これは夏用って感じするよね。でね、素材よいしょ、あ、そうね、これはね、うん、後ろのこのメッシュ部分が、これがね、結構特徴があるかな。別バージョンに比べて、いや、これね、メッシュ性がこうちょっとこう高いかな。触った感じがものすごくこう、なんていうかな、この網目してるなっていう感じがするね。そして、ここの縫い目のところもね、ほら、二重でしっかりとしてるよね。
まあ、この丈夫さはもうこれ共通していいものを使ってるよね。さあこれね、通気性がね、これ結構高そうだね。めちゃめちゃ見える？見た感じ。ほら、ね、こんな感じだね。じゃあね、気になるのは、よいしょ、ね、どれぐらいしっかりとグリップしてついてくれるかだね。4箇所のこのゴムで、固定するだけです。じゃあ、シングルサイズ行ってみたいと思います。せーの、よいしょと、ね。じゃあ、下の方から行きます。はい、まずね、1箇所目行きます。1箇所、反対ね、2箇所。はい、そしてこちら側の方に回って、チュンチュン。そして、3箇所、4箇所、ね。はい、これで OK でーす。はい、そしてダイブね。あ、これね、あの、そうだね、ちょっとね、このこのなんていうの、これ模様っていうかね、この網目っていうか縫い目っていうのかな、これがね、別バージョンを紹介したのはこういうやつなんだけど、これはね、あのちっちゃいこうマス目でこうなってるので、こうやってなった時にこのポコッポコッポコッ感があるんだね。これがね、ポコッて、これがね、もちもちって感じするんだね。このうん、ここがもちもちしてるってこのことなんだね。うん、確かにいいもちもち感、スルッとサラッとするもちもち感になります、ね。あ、これはまたあの気持ちいいね。スルッとしながらもちって感じで包まれるんだね。あ、でもね、喋ってるだけでもめちゃめちゃ暑いです。いやー、もうね、エアコン壊れてるんだろうな、どうせね。あの、扇風機がこれから活躍するよ。まだここ何も扇風機、この部屋にないからね、暑いです。ほんとね。山を開けて寝るようになるんだね、これからね。はい。シャラッとして気持ちがいい。そして、こうしてね、横向いた時も気持ちいいね。このもちり感がこういう肩とかこういうところを保護してくれるんで、うん、気持ちいいよこれで。はい、ね、こうピーとなりすぎず、こうして寝返った時も程よくね、シャッターを沈んでぐちゃぐちゃになりにくいね、これはね。はい、気持ちいい敷きパッドになります、ね。はい、参考にしてください。あとね、これお洗濯ね、ガン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 洗ってもこれ乾くの早そうって感じします。これあの半日かもう洗って洗濯機出してポンってかけたら、夏だったら本当30分も置いていけばさらっとしたんだろうね、これね、うん。冬のやつはそうもいかないもんね、うん。夏のやつはね、結構早そうだね、これね。はい、そんなわけで参考にしてください。じゃあ一回ね、画面戻したいと思います。はい、そんなわけでね、いかがだったでしょうか。さあ、気になるのがね、おしじの方だよね。お値段、アマゾン見てみましょう。せーの、デレーンということでね。はい、今回はね、リーズナブルでございます。ね、これシングルのライトブルーです。これね、プールにいるみたい。ね、これいい色でしょう。ね、今回はこちらを選びました。で、お値段の方は2180円。ね、ここにクーポンコードもございます。そして、はい、ちょっと濃いめのブルーもございます。で、こちらに1980円となっております。そして、かわいいね、この女の子が喜びそうなピンク。ね、ピンクカラーは2180円の 5% オフのクーポンとなっております。そして、グレータイプ。こちらも2180円の 5% オフとなっております。ね、まあ、これぐらいカラーがあると選びやすいよね。あとね、はい。あと説明しきれなかった部分は Amazon のページを直接ご覧になってみてください。それだけで最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。